いやよくね、出るよくなったよな。ちょっとアルファード、まあ一回ちょっとこれ見たらさ、ちょっとあまりの感動に比較動画を撮ろうかと。これすげえよ、画面を共有しようよ、はい、あ、共有って同じ画面を映してるわけじゃない、青になってら教えてくれるって言ってれーよねすごいだろ、マッサージしてる、マッサージでもう一個、俺これが一番すごいと思うんだ、はい、何でしょう、これ最強、これ見て気づくよお前、こっちと気づいたらお前すごい、もうアルファードこれ乗っとる人しかわからんかもしれん。おはようございます。お疲れです。顔映ってる、映ってます。おはようございます。お疲れです。ちょっと近所の目があるからここに行こうか、はい、ちょっとアルファード、まあ一回ちょっとこれ見たらさ、そうそう、中にこれ熱いわ、新型来て、新型来て、ちょっとあまりの感動に比較動画を撮ろうかと、はい、真面目に、はい、しっかりと、しっかりで、ちょっと本当にね、あのただ単にさ、カタログとかうんぬんより物がどうかって触ってみたいじゃん、はい、で俺も触ってね、めちゃめちゃ感動したことがちょっと何個かあってさ、教えてください。うん、まあ、でそういうのをちょっと実際に紹介できたらなと思います、ちょっと真面目な動画になっちゃうかな、だけどね、本当にね、ちょっとこれ両方ともエグゼクティブラウンジ、はい、なんだけど、ちょっとじゃあ旧型から行こうか、お前ちょっと運転席乗れよ、はい、ローリーさんの得意分野は、うん、まあ車屋さんの、はい、なんで勝ちますね。それでも比較動画なんか上げとる、上げてないはずです。あ、上げてないはずです。何それ、どういうこと得意分野って言ったやんか。ブローリーさんの得意分野、まあ言うた、うん、あの畑をこっちがやるぞみたいな。やるとのお前、あ、いや、やってないんだ俺もそういう紹介。やってないです。だフェラーリとかだもん、全然関係ないでしょ。なんかお前、俺がかぶせとるみたいな言い方すんねや、お前。何しとるみたいな言い方言うなよ、お前、お前、ハロー。じゃあこれはね、俺さ、まあ、これ普通のオーディオで、まあ、ね、あんまこれ今繋がってないけど、まあ、ナビとかあるじゃん、はい。これってみんな知っとると思うんだわ。これ本当に新型めちゃくちゃ、まああるんだろうけど、もともと、まあこれちょっと電話繋がってないんだけど、はい、でエアコンこれな、まあ、ちょっと覚えててほしいんだけどさ、でこれドライブとかもじゃん、はい、でこれさ、よく俺友達にも聞かれるんだけど、パーキングこれ自動で入るの、はい、まあそもそもな、はい、であっちもそうなんだけど、はい、でこれ普通のナビじゃん、俺さ、ちょっと向こう本当感動したことがあって、1個、まず運転席1個な、これ同じ、はい、これ同じエグゼクティブラウンジの、はい、これすげえよ、まあ、俺は多分そもそも Bluetooth つながってるってあれだと思うんだけど、いい、これも何がすげえってさ、まあ、カープレイってやつなんだけど、はい、俺これ本当にマジですげえと思ったんだ。あれ、あ、 Google マップじゃないか、 Google マップじゃないか、これさ、あ、これリンクしようぞ、そうそう、え、しかもお前の携帯とかもこれタイプ C あるじゃん、はい、これでちょっと今線持ってきてないけど、こっちにつないだら、あ、もうこれ Google マップ、あ、これでもいけるわけ、これもう携帯しか触ってないだろ、同期化してますよ、で結構 Google マップってめちゃくちゃ優秀じゃん、はい、あの車のナビってマジで終わっとるやん、更新されないですよ、そうそうそう、車のナビはちょっと使い勝手悪いんだけど、でこっちに映るのもこういうふうに映るんだって、はい、でこっちで、こっち終了しちゃうと、こっち終了しちゃうんだけど、結局こっちでこのマップが見えんの、それはちょっと不便だなと思ったけど、東に進みます、はい、うん、こういう、こういうふうにしかさ、あんまりこう、あ、動かせるな、こうやって動かせるけど、なんか使い、こうやって回したりできるの、 iPhone みたいな感じでは使えるわけよ、見てみよう、わかる、わかります、あの、これ、あ、これ、こういうふうには使えるけど、向き変えねえわけ、俺これさ、本当に手でビビったね、はい、すごいっすよ、うん、これ、いろいろアプリも使えるわけよ、はい、あまりちょっと押すとはいかんけど、はい、あ、で、こっち、こっちもあるじゃん、これも、メイキングアウトな、俺はこっちでやった方がいいかもしれない、はい、Google マップじゃない方、あの iPhone のマップ、はい、こっちの方がなんか使い勝手はいい気がするの、こうやって、うん、名義まで会社から、すごいっすね、ほんで何がいいってさ、この線をつないだら、はい、お前の電話で全部できるわけ、はい、だったらもう結構お前間違ってるじゃん、ほんで携帯とかこうやってこういうところに置いてナビだと、こっちのナビだと、てめえどこ行っとんの、はい、高速なんか勝手に乗んじゃねえとか言って出られるじゃん、はい、折口とかもらったりとか、出られるんだろ、はい、めちゃくちゃいいだろ、いいっすね、だから多分ヤフーなんとか、あ、ヤフーマップでなった、あれ、なったお前、ちょっと質問ですよ、この画面は社長の画面になってますか、そうそう、社長の携帯の画面、俺の携帯がアプリやってるやつ、赤波あるじゃん、でこれ免疫やったか、はい、ヤフーなんでな、免疫チケットになっちゃったけど、いいですか、ああ、いけない、ああ、すごい、
でこれ実際走ると多分でこれ走るのがいいとはそのこっちの画面とこっちの画面で画面を共有しろわけ、はい、あ共有って同じ画面を映してるわけじゃないある単純に指して映してるだけじゃないわけよ、はい、こっちの画面では違う情報が出てこっちの画面では違う情報が出るわけ、はい、見てみようかこういう情報じゃんでこっちでこうやって操作もできるみたいな感じだけど、はい、映っとる画面全然違うじゃん全然違う、ね、ちょっと変わってくるかもしれないでナビとかも多分これかヤブカーナビ結構いいじゃんいいです、ね、多分こっちで出るんだろうなでこれでアプリで、まあ、使えるアプリが YouTube ミュージックとか Zoom とかで Zoom の会議なんかできるんじゃないいいですねこれいいよなすごいマジよくねいやマジマジいいだろマジいい、うん、これは本当に本当にもう買い、はい、であとまあまあ簡単に説明すると俺もちょっとまだ操作わからないようなんだけどこれもプリウスみたいになったでしょ、はい、でエンジンがこうなったらまずちょっと違いって言ったらエンジン探しました僕うん、なかなかわからんだろう。俺も毎回言ってます。本当にわからなかったです。で、エアコンがこれだな。まあ、この辺はね、で、音楽のボリュームはこれ。はい、この辺ちょっとあれかな。で、1個俺ちょっと気になったのは、ここにさ、まあ、ちょっと貸して。この AC100 ってあるじゃん。はい、前さ、もう、これ AC100、自動で電気流れてたやん、はい。そっちの方がいいよな。俺、前のプリウスなんて、あのファードは AC100 あったんだわ。でこれが忘れるだろ後ろで充電とかしてると「おちょっと AC100 押せよ」とか言ってなるけどこっちはもう充電ついたけどこれは毎回押さなかった、まあ、でこのオート走行はね俺クラウンのオート走行が5年落ちかなもう今これで、はい、のオート走行よりもうさらにレベル上がってるしかもここにこれ映るんかな映っとんかなここに全部あのこれも出るわほんで、まあこれちょっと俺車やじゃねえで下手くそかもしれんけど前のアルファードのところガチャってやって上か下かだけだったのこれ全部動かせるで楽だよねお前用にでこれ多分セット1で登録できる前はもうこれガチャってだけだったもんで、ね、ここの設定はないけど、うん、椅子のこの設定は全部これ多分この1,2,3でお前の登録しとけばこの高さこれはもともとやれたよ椅子はねこの自動車全部これな、うんだけどこれはオートじゃなかったもんねいいっすよこれこれいいよでさしかもこれ見てこれなんかようわかるんだけど横向いたりしてると怒られるんだよえどんどんどんよそ見ですよって言われるあの正しい姿勢で運転してくださいとかマジでそれが鬱陶しいと思う人もおればまああれだけど、ね、だ顔認証しとるかわからんけど信号がこうやって待ちしとるじゃん携帯いじってるじゃん、はい、信号待ちだよいいよだから、はい、信号が青になってら教えてくれる青です前が信号をご確認ください前はあのクラウンの時は前の車が動いたら教えてくれたのなんか音鳴りますねだろう、はい、あの前の車が動きましたみたいな感じで教えてくれるじゃん、はい、しかもこれ多分ここで横道しとる時だけだ教えてくれるすごいっすよ多分こっち見とる時は多分教えんの、はい、そんな気がするいやちょっとそこ分からないけどねで、はい、まあこれまあ一回、まあ、ちょっと次後ろの席行こうか、はい、ここよこれがすごいから。乗れよ。これもすごいこれすごいってお前。これすごいぞお前。これなえ？見てみ。なんすかこれ？てってれーだね。すごいだろ。スマホ。ついてたんですか？いやこれはスマホがついてるの。いや携帯じゃないよこれ。だけどこのスマートコンフォードってこれさ。テレビいうリモコンですかもしかして。リモコンがもう液晶なんですよ。これすごい。まあこれテレビ。テレビ映したかな。テレビ映したかんかもしれんけど。すごいっすねこれ。あとこれ標準装備で、うん？するかな。マッサージついてるか。マッサージ。これすごくね。これすごくね。まあまあマッサージはね。俺でもこの間俺の車じゃないけど福島行ってたじゃん。はい、あいつも同じやつ乗っとんの。はい、色は違うけど、はい。それでマッサージでやっぱり弱いんだよね。ほな意味ねえじゃんと思ったけど、はい、やっぱ移動中に。やっとったらよく寝れるかもしれない、うん、であとさエグゼキティブラウンジって前さこのシートこんな感じじゃなかったんだけど、はい、これで動かせるようになったのとあとこの上げれるようになったんだわこれがめちゃくちゃいいなここが上がる行ってみよう前はこれ上がらなかったんだわ、はい、前後ろしか上がらなかったけどこれは動くじゃんもちろんねこれはエグゼキティブラウンジの唯一特権両方出すことと上げること両方できるね今これ同時に押してんだけど、はい、これ出すと目いっぱいでこんなんじゃんこれも広くなったしなちょっと前のやつ向こうのやつも見たのか何があってこれが動くようになったって出し入れじゃんみたいなもちろんこれで出し入れもこれオートになった
言ってみ、分かる、前はこれな、もうこれなんだ、で座った状態でちょっとやるの大変なの。でリモコンはこれで動かしてた、はい、でセットして登録して、でエアコン、はい、椅子のな、でこれルームエアコン、これエグゼキティブしかついてない光、これのついてる光とまた別でつく、あの読書灯みたいなのがここに余分についてる。でこれ テーブルもさ、ちょっとこれ見て、かっこいい、いやこれこれエグゼキティブな、はい、Q な、はい、もうこうだろ、こうだろ、これもっとすげえからな、これはこれはこれ、こっちがリモコンもここなのないんだけど、でこれシートエアコンじゃん、これすげえよ、俺これは感動したな、このテーブルあるの、てってりー、女子に優しいだろ、うん、なんか YouTuber に優しいだろ、髪の毛カツラ取れてねえかチェックできるこれいいよな、いいっすね、この鏡はいいんで、これこういうのなってるからジュースとか置けるしさ、あの落ちんようになってるしさ、うん、まあちょっと他に椅子、うん、まあこれで、まあ何ができるって、はい、エアコン、椅子のエアコンもちろんだな、はい、で調整、あと何だろうな、オンオンエアコン、ランプ、サンシェード、これも動かせるんだ。サンシェードって何ですか、これ。おー、あ、これ向こうのやつもちょっと見えなかったな、向こうのやつはこうやってカサンって手でやるやつだったもん、面白いよ、こっちでもやれるよ、もちろん、すごい、いいよな、いいっすね、テレエクセクティブだよな。で、あと大きな違いはこれ、まあこれでも開けれるんだけど、これじゃあ前は真ん中一つじゃん、向こうのやつはさ、向こうのやつはこれじゃん、これでまあオープンで開いたんだな、はい、だけど新しい、でここにエアコンとかのパネル全部あるだろ、はい、で向こうさちょっと乗って、でこっちはあのこれ全部あるけど、これ開かんのだわ、あ、開かないんですか、そうそう、これ開かない、これで閉じるんだろ、あ、三世、違う、横だな、これ閉じるのか、あ、ルーフ、あ、ルーフ、おー、で、エアコンもこれ向こう、まあ、また向こう行かない、ちょっとめんどくさいだけど、はい、この自動だろ、電気とか、はい、で、今度はここ全部この自動だ、これ読書灯、読書灯はこれだな、すごい、うん、で、これ光、まあちょっと暗いで見えるかな、で、この辺がちょっと変わったよね、やっぱ全然違う、めちゃくちゃ良くなった、いや今回のアップデート俺すげえいいと思ってるな、だいぶ変わったもんな、でエアコンでこうパネルだろう、あ、これ全灯だとこういう感じじゃん、明るい、でカラーも、これはまあ前からあったよな、カラーの変えるも、あ、ここ変わった、こう、いや、変わってる、ちょっと待ってください、あ、この横な、前もあった、前もあったって、あ、前もあったんすかあったけど目立たんな、いや前のやつのもっと目立つじゃん、もう前もっとビーンって滑ったじゃん、あとなんかここに、なんか今あった、俺今初めて見たものです、うん、両方あるだろう、ありません、うん、確かに新しいやつ、古いやつなかったな、収納する、うん、で、これが、うん、さっきの名刺、いや、ここら辺は前もあったよ、うん、この収納かな、で、ここら辺が重装料だとか、前さ、携帯入れみたいなのがちょっとここについとったんだわ、はい、で、俺、携帯忘れとったんだわ、あ、で、あと、はい、うん、ここにケースがあっただろう、あっちは、はい、これはなくなったよな、これ机がこっちになって、こっちケースじゃねえもんな、こっちなんもんだもんな、で多分よく忘れ物するもんで、ね、評判悪かったんじゃない、はい、いや分からんけど、うん、じゃない、いや逆に俺それが嫌だなって、1個グレードダウンの方がいいなって言ってたじゃん、はい、もうここにしょっちゅうここにこれ見や分かる、うん、忘れ物するんだよ、ここな、ここにこれここによう忘れ物する、あ、だから机が全部になったな、カチャンになった、で、そうそう、これ受賞者もここしかなかったよね、重装じゃない、携帯入れやん、うん、で、俺はここに携帯忘れて、ここにタバコ忘れて、はい、あれね、これね、お前バカのタバコがあったんだって言って怒ったな、まあこれ重装だ、まあこの辺はちょっとまあ大した差ない、でもう一個、俺これが一番すごいと思うの、はい、何でしょう、これ最強、最強、うん、これ見て気づくよお前、こっちと気づいたらお前すごい、もうアルファードこれ乗ってる人しかわからんかもしれん、でゴルフ好きしかわからんかもしれん、これ気づいたらすごい、これとイス、違う、椅子が後ろなんだって、椅
椅子が後ろ、いやこれデラでかいんだって。これさ、上げるとここに合わせてさ、はい、行ってみ、分かる、このまあ椅子ってこういう状態じゃん、はい、こういう状態でまあ下げとるじゃん、はい、だけど合わせてここに合わさんと上がらんわけ、はい、でこれでまあ上げると今もう今のアルファードさ、あ古いやつな、はい、こっちのアルファードもうこれが目いっぱいな、一緒に下げるの。ちょっと見てきて。あ、分かりました。分かった、はい、だから俺毎回分かりやすい行くときにこっち下ろしとけよ、肩も下ろしとけ言うて、でゴルフの時は両方上げちゃうもんで、はい、ここもこんだけしかないわけよ。あ、これ見て、しかもまだ余裕あるね。でしかもこれ全部オートだもんで、はい、あの認識しようんだわ。こっちはもう認識しようもんで、ガーって下げてガーって倒したらギューって、そうそう、いやだからちょっとこれあんま押したらほらグワーッと押してちゃう、本当っすね、あの連動してないんだわ、はい、これはもうこれがコンピューターになっとるもんで、はい、もう連動しとるからもう倒せん、もうこのピタッとところでピタッと止まる、すごいだろ。すごいっす、言うたらその何センチぐらいですか。いやだいぶ違うよ。でこれがこれ見て、こんだけ違う、すごいな、2つあるね。うわ、これはすごい、よくやってくれたって。一番俺が悩んだとこだ、俺これが一番感動した。何言って、あとギリギリは来たんすか。細かいこともあるんだよ。これ扉も変わったよ、ここになったよな。前はこっちしかなかったよ。でよう、お前から開けろっつって、はい、開けとけよって言って、はい、中まで行って前で開けて、こっちだとな、こっちだともう手で開けるしかないじゃん、はい、だからここまで行って開けといての下ろしての、はい、ここで下ろすやん。ここはまあ下ろすのもついとんだけど、もちろんね、ボタンが増えたんですよ。そうそうそう、ここ、こっち両サイド、うん、でこれ途中でも止まるし、あっちは止まらなかった、これ完全オートフルオートなので全部止まる。でこれセカンドシートだで、あ後ろの席もこれ、あこっち動かせるんだ、あこれいいな、いいっすよ、前まで行って寄せなくて、あだからこれが当たるわってなったら、あこっちは前出しゃいいや、じゃあおいいっすよ。でそうするとこれを動かして、こっちってことはないけどな、なんか荷物の載せる内容だよな、前はこの状態じゃん、見れる、全然違うだろ。そうそう、全然違う、こんだけ分広くなったんですかね、うん、この部分、そうそうそう、これ全然違う。これは本当よくやってくれました。俺もゴルフ行く時マジでストレスだったね。もう足上げて、でこれはもうボタンで、ここはあそこに付いとったの、エグゼキティブだけ多分ついてるの、ここにな、はい、んいやこれね、あのちょっと経営者の人結構見とるじゃん、はい、多いじゃん、うちの YouTube、まあ、アルファード買おうかな、買わんとこうかなって思ってる人多いじゃん、はい、だけど、まあ、俺から言ったらまあ買った方がいいな、買いだよな、買いですか。ちゃうんで、アルファードって値段下がらんじゃん、リセールか、リセールかリテールかなんか、よくあの人言うじゃん、グローリーじゃん、グローリー、グローリーのあのね、フェラーリ専門店の YouTube もちょこちょこ上げてる、それ見てね、あのグローリーさんの YouTube 結構今近いやつ、社長も登場して結構バズっとんなので、よくね、出が良くなったよな、いいっすね、うん、なんかネットではだって買って1000万できたじゃん、エグゼキティブじゃなくてよ、もう一個下のランクで2000万で売れた、オークションで売れたらしいよ、それやばいっすよ。で俺3000万ぐらいで売れたら売ろうかな1年売ったらあかんって言ったら縛りがあるけど、下手したら1年でプレネついてるかもしれんな、乗って、うん、乗って最高っすね。値段が下がる車乗ったら、まあ、あんま意味ないけど、まあ、フェラーリもそうだったじゃん、結局でもなんか、まあ、ステータスって俺あんまりないけど、フェラーリ買ったんだお金持ちだねってすごい言われるけど、別にそうでもないわけじゃん、実際の使用感で言ったら、はい、ちょっとそんなことより500万の車3年で100万になる方が損なんだな。そうです、損です、うん、だけど1000万の車が1年で900万だったらすごいし、1週間で2500万になる車もあんだぞ700万で買った車が、転売屋喜びますよ。はい、まあちょっと分かりづらい動画になったかもしれませんが、はい、まあ、珍しいな、ちょっとね、こういうちょっと本当に、まあ、俺目線でね、仕事だけじゃなく、はい、なんか気になることのちょっともうガチで比較したいなと思って、俺も自分で興味あるから、例えば安いと
井村翔がどれぐらい対抗体能力があるか俺がいじめてもどうなるか、まあ、人間とか、まあ、いろんな仕事のものとか興味ある、あのバッグとかな、あと高級なバッグとかさ、あと気に入ってるおしゃれなバッグとかあるじゃん、はい、そういうのの持ちとかさ、みんなそういうのを見てみたいなとか、まあ、興味あることいっぱいあるんだけど、うん、ぜひこういうのもやってみたいなと思ってます。ぜひまたチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。